アルバムシモリュー。イエーイ。アルバムシモリュー。はい。黒やったら普通、白やったら激アツ、赤やったらチャンスアップ。いや違います。それ冬のソナタのアルバムめくるとき。いや知らん。冬のソナタのアルバムめくるときに黒普通。あそうなの。赤はチャンスアップ。うん、白が激アツ。あ白が激アツ。珍しい、ね。いやあのね、はい、我々ね、はい、まだねアップできてない。あもうね。ボツ寸前の動画があるんですよ。埋葬された動画ね。そうでもまあ理由としては、うん、ちょっとねいろいろ確認作業があって、うん、その末結局大京浜時代に突入したという。突入した。まあ、難しい話はねちょっとなかなかできないんですけども、うん、そういうわけで今回は何のやつですかね。オセロ。あオセロ。はい、はい、オセロのやつがありますので、はい、それを見ていただこうと思います。どうぞ。白黒パンダ。どうも俺たち下流です。お願いしま す。今回は2人でオセロをやってもらい、はい、制限時間10分以内に全部白にできたら成功。こんなん一瞬でいけんじゃん。これはいけるぞ。ただこの2人で協力よ。協力もちろんもちろん、うん、ただ、はいはいはい、全白でしょ。全白。全末使わなあかん。全白。いやもう積んだ時点で OK です。積んだ時点で、マジで絶対いけるよ。絶対いけるやん。あ、そうなんや。全部を白にせなあかんのじゃないんや。あ、もう黒が置けなくなったら。あ、はい、はい、もう、もう、絶対いける。これってたまに、だからなんか、オセロってパスみたいなのもあるじゃないですか。あるね。置けんくて。置けんくて。それでもういいからとにかく全部白にせえと。あ、いけるいけるいける。めっちゃいけるよ。協力やで。どっちが黒とかもないねんな。いや、だからどっちか最初決めて、白と黒。どうする？わし黒がやわ。あ、お前が黒？だからリュウさん形にいかんなあかんってことや。そう私黒でいけ。うまいこと置いてくれな。オッケー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 。よしよしよし。え、オセロやったことある？あるやろ。分からんや、愛媛やから。まだ蹴鞠とかの可能性。いやそう、めっちゃ、しかも蹴鞠でもなくて蹴鞠でもなくて蹴鞠愛媛やから。めっちゃ前。いやだからこそやるやん。こんなん。あ、そうそうや、小学校の時ようやっとったわ。ほんま、うん、リュウさん賢いんか。一応大学出てるもんな。一応大学出てる。どこの大学？ユーラシア大学。ええー、ユーラシア大学。あ、違う、これはね、鬼塚英吉の出身大学です。知らんって。そんな、すいません。大学の時はこれ言うって決めとる。ユーラシア。あ、オッケー、今度から突っ込む。そうそう、大学の時はユーラシア大、鬼塚英吉の学校、うん、で、年は16歳、うん、誰やったっけ。何が16歳って16歳。伊予か。ああそうか、松本伊予さん。松本伊予ちゃん、はいはい、はい、永遠の16歳。永遠の16歳。そうそう。あと出身地がベネズエラ。ベネズエラは何だ。ベネズエラはただただこの音がいいっていう。これスピードで覚えとかなあかんねん、それ。そう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 。ベネズエラは突っ込まんでええねんな。ベネズエラは全然言わんでええよ。ユーラシア大学だけ言う。ユーラシア大学は鬼塚英吉の出身大学っていうのがあります。これ先手が黒とか白とかある？あったな、なんか。どっちだからでもいいですよ。うわ、これどっちなんやろ。オッケー、じゃあ私ね。これ、はい、悲しいぐらいカットせんといてくださいね。いや、絶対カットする。悲しい。ああ、始まった。え、下田が白になったのね。お前黒やろ。オッケー。ラッキー。なんなんぞお前。赤。もうこれこの前もね。全然耐えれるけど。始まってる。始まってるよ。え、ここにしよう。うわ、どうしよう。なんで斜めやめて。もう縦立て。こうしようかな。はい。そうやろ。はい。で、私がここ置くね。はい。で、俺が黒で。な、斜め置くなって。リュウさんは絶対縦か横の。てか、俺のやり方にもう口出すな。俺が頭で、もう、それはお互い、ちょっとお前を絶対勝たしに行くから。そうやろ？うん。リュウさんが黒やから。黒やん。私こうするわ。もうなんで1個しか取れんとこやるの？え、俺が黒やから、うん、うわ、ここにしようかな。そこ意味ないやん。そこ意味ないやん。ちゃうちゃう、ここにする。ちょっと、行って。何してんの、マジで。行け。おいおい、やばいぞ。あ、1分。そうか、ちょっと待って。じゃあ、リュウさん、分かってんな。分かってる分かってる。一回わしじゃん。オッケーオッケー。角取ろう。だから、これを白にするんやったら、こうしようかな。いいねいいねいいね。で、うん、一回ちょっと角取らせて。はい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 、はい、これでオッケー、これでオッケー。でオッケー。黒
こことかちゃう？ここめっちゃええで。ちょっといや待って、それなし、それなし。え、二人で協力やからありやろ。こうしよう、こうしよう、二人で協力やからありや。こうしよう、こうしよう、角を取っていこう。ちょちょちょ、これもうそ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 う。で、なんで今取るん？これでええやん、これでええかな。なんで今取るんや？これでええかな。オッケーオッケー、じゃあここな、ここな、はいはいはい。そう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 、取れてる取れてる、いける。お、これで、うん、次がこの辺にしようかな。なんでさ、ちょっと待って、何？なんで隙間開ける、マジで詰めろや。あ、わかったわかったわかった、絶対そうや。はい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 、じゃあ私ここ行くね、はいはい、こうね、こうね、オッケー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 、もうあともういけるぞ。え、だからここ取ろうかな。いいねいいね、これとこれいけるぞ。いけるんちゃう、マジであるぞ。ちょっともうもうここ取っていくで、はいはい。え、ちょ待って、これ一個そこいい、そこいい、そこどうぞ。ここいいね。あ、いか、やばい、いけるいける。で、私がここ行って、そこいい、白白の白白の、ちょっと、あかん、こいつ制限時間何も言わへん、はよして、リュウさん。ここにしようかな。なんでこいつ曖昧くん。ここここ、オッケーオッケー、ほんだら、うん、ここね、はいはいはい、こことここね、そことそこで、え、ちょ待てよ、だから、こう取ろうか。うん、そこそここう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 、はよしてくれ。で、あた、白ここね、うん、はい。うわ、どうしよう、ここ取っとこうか。あ、そこでいいよな。あ、最悪や、そこ取られたらわし何も。あ、いいか、いいわいいわいいわ、いける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 、いいわいいわ、めっちゃいいわ、めっちゃいいわ、はいはいはい。で、ここね、ここのこう、そう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 、こうね、はいはいはい。で、これがないんか。うわ、だからここは取らんほうがええな。当たり前や、ここにしようか。はいはいはい、ほんで、私ここ取っていくね。うん、はい、こう、こうね、はい。おん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 。で、ゆうさん、パス。え、ちょ待って、これパスか。あ、じゃあここを置けてまうわ。置くのバカ。違う違う、置けてまう、置くとこは絶対置かなあかんねって。なるほどな、これ、はいはい。で、こうしたらリュウさんパスかな。パスやな。置くとこない、置くとこないんちゃう、これない、ここ置くとこないよな、でもない、ここはもちろん OK。 あ、パスや、パスやな、いける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 、ここで後ろでまだパスやな、パスやんな、パスや。で、ここで白で、またこれでパスやな、こう斜め取っていくで、うん、パスやな、パスやな、パスやろ、パスや、パスやろ、うん。ほんで、ちょっと待って、ここ大事やね、ちょ、早せな。で、ここいけるいける、まだ4分しか経ってない、ここ行くやろ。で、で次ここ置けてまう、そう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 、そこ置けてまうんよな、ここ置けてまうんよ。で、ここ置くで、うん、パスちゃう、パスや、パスやんな、多分パスよな、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 ちょ頼む頼む、ほんまにパスか、ほんまにいけ。で、私ここ置くやろ、うん、斜め取るやろ、うん、パスか、パスやな、パスや、パスやな、ほんだらここ置いたら、はい、やったやっしゃー、よっしゃー、いった、ほんまにパスやったもんな、めっちゃ、うわ、ほんまや。え、今何分何分、そう、ストップストップ、うっ、よっしゃ。一応今回もはいバイチャレンジあるんですけど、うん、出てやりました。いやでもな、もうほんまな、でもせーのでよ、え、せーのでよ、せーので、うん、せーの、やりません、よっしゃよっしゃやらんな、やらんでええねんな。そうやで、そうや、もう反対多数反対多数やもん。一回でもそのバイチャレンジの内容だけ聞かしてみ。それはあかん、内容聞いた後するかどうか、うんうんうん、オセロがあるんで、はい、それが上が白なのか黒なのか当てる。ああ、あああれみたいな感じや。そうか、二分一ってことやろ。これ大事よ、二分一で倍、うん、これガチレバーめっちゃ大事、大事よなめっちゃ大事。フリーズするかどうか、これやりますかやりませんか言おうか、うん、せーの、やりません、やっ反対出す、反対出す、やりません、やらんやらん、あんな 50% ちゃうねんからな。そうやで、 SD 入るかどうかもう 20% ぐらいしかないねんから、あんなもん、あ、もう俺ら日暮らしのスロットでももう目押しいらん方だよゲームするのにやつ情けない、そう、あれビタ押してない、そうやねん、あれビタいるから 70% の方で十分、無理無理無理、そうそう十分十分。いやでもこれはこれかつてないチャンスやと思う、ほんまにそうや、ちょっとだけ、うん、なあ、2分1やろ、だって、うん、ちょっとあれとはまた違うわけやからな。そうそうそう、もう分かった、もうこれ気持ち決まったね、決まった、
いくよ、うん、せーの、やりまーす。バーン。すまんねーちゃやるやろ。やる鈍いじゃん。なんかじゃんけんとはまたちゃうねん。俺がめっちゃダサいみたいにするんだけどやめて。違う、してない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 。じゃあやるよ。お前だけずるいよ。ずるいじゃん。お前そのなんかマウントの取れる方ばっかり行くやめろ。違う違う、なあ、俺は総合格闘家ちゃうんやけどさ。MMA そのマウント取れる方ばっかりこう行くなよ、寝技で。うまいね。ポジションばっか飛んで。違う違う、これはやろうや。でもやるか、これはやろう。ちょっと一応、いやいや、やります、やります。どれでもいいよ。どれ使いたい。わしはモーパイできんの。そう、相棒決めて。モーパイはなしやん。机の上に置いて、うん、伏せた状態で。じゃあね、それできんねん、マジシャンって。なんか狂って途中。こいつマジシャン。黒ギャルマジシャンの可能性あるで。なんで黒ギャルなんだお前。そんな黒ないやん。黒ギャルマジシャンの可能性ある。黒ない。ギャルはええけど黒ないよ。そんなに言うんであれば。うん。ああいいね。うわめっちゃええ。あ、いわゆる長判みたいな感じで。ほんまの。箱の中で振って。うわめっちゃええ。めっちゃええ。お前これで、はいはい、この状態にするんで、もう僕は触らないんで、うん、2人が予想してもらって蓋開けて。なるほどね。長判みたいな感じでやってみて。なるほどね。それ1個入れてこうやってこう、うん、かこの蓋つけて。ちょっとなんでこんなことやったのか分からんけど。何してんの、何してんの。蓋でガチャ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 ダンってやって、それでじゃあどうやってチェックするの、蓋したので、ここでガッて開ける。それで変わるも変わらんも、それはあれ。あ、なるほどね、うん、変わるも発見、変わらぬも発見。知らん言葉使うなよ。かわいそう。偏差値高ないね。よし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 、これね。で、もういいっすか。もう一回じゃあやりましょう。はい、このままでいいですか、ね、うん、これでいいよ。オッケー、そこがパッて開けてね、うん、音聞いとこうか。わかる。俺はもうでも最初から決まってる。マジで、うん、もう俺は決まってる。ちゃちゃちゃ、予想した方がいいんじゃ。一応意味ないか。いや、もうこんな直感やもん。ほんま？うん。で、俺らは今完全に流れ今こっちにあるんやけん。うん、なるほどね。リサも決まってんねんな。俺決まってる。てか、もう俺に乗っかってくれてもええぐらい。一回でも二人の意見が合うのであればそれが一番やわ。ああ、せーのでよ。うん、せーの、黒。うわ、なんでな。ゼブラーマンや。相川翔飛んでくんねん。こうやって白黒はっきりで、もうええんよ。その世代、白黒はっきりつけようぜ。来るで。トゥ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 。知らん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 。音知らん音知らん。黒な。いや、俺白や。白か。うん。白か？鈍いじゃん。いや、俺ななんかやっぱ白で全部白に白。ごめんごめん。ちょっと。たまにかかる時あるけど。ええのええ。たまたま。こう振ったらホームラン。ホームラン打ってもうた。たまたまだ。あ、そう。黒。黒。いや、俺白や。黒。いや、ほんまにお前に乗っかって結構これを今やってる YouTube だいぶミスっとる。ほんま、そんなことないって。あるある。結局お弁当のやつも箸がずっと 8g くらいあって。確かにな。箸のやつあれすごかったな。箸のやつ抜いたらマジで野木雄介やったもんね。お前ビバンのほんまにほんまに重さで乗ったもん。全部分かってて。わし黒やと思うな。じゃあ黒ね。黒でいい。ほんま、いいよ。ちょっと頼むで。わしマジで黒な気するもん。音的にもなんかカランカラン。ちょ、ほんまな。ちょ、これ倍やで。倍チャラや。倍かなしかやけんな。黒。黒ね。わしが見せた時何も言うのなしな。てか、なんでそのさ、殴りそうな感じでわしが見せためっちゃ怖かったんや。わしが見せた時何もなしな。走馬灯のオープニングみたいな走らせるの。いや、オープニング走るんやったから、俺の走馬灯が走り出してまうから。ちょ、ほんまになしな。オッケーオッケーオッケー。白、白でもええで。いや、もうグロで行こう。ほんま乗っかるわ。いくで。いくよ。こっちから、こっちから、こっちから持ってよ。いくで、せーの、白。ひもうええって。だから言ったよ、絶対白やった。お前マジでただのスパイや。壁登る時の爪。ビバンのスパイや。何がなんぞ。壁登る時の爪。何の生物のや。何の生物が壁登る時なんぞ。ごめん。もうええって。もうこれもう嫌やって。
なあ、やらせやん。なあ、お前あっち側やろ。どうやって、お前なんぼか惚れとるやん。どうやってわかるこれ。ええわ、ほんま。だから言ったやん。おいおい、まあまあまあ、次から頑張っていこうよ、お前な。人生長い。今何歳？ 30 歳やろ。あと50年くらいあるやん。30歳、ちょっと若く言っとるよ。ありがとうございました。